皆様、こんにちは。本日はですね、前回に引き続き、激安低価格パソコン、ドン・キホーテ・ムガに関してですね、また引っ張らせていただきたいと思いますが、もうお前飽きたよってね、言われちゃいそうでございますけども、今しばらくお付き合いいただければ幸いでございますが、まあ、皆様方からですね、またもや、たくさんね、コメントいただきまして、本当はありがとうございました。で、まあ、やはり皆さんね、この手の低価格のね、パソコンの中身っていうのは、結構ね、ご興味おありのようで、まあ、私も含めてですね、まあ、安いっていうことはね、いいんだけど、まあ、まずいとこもあるんじゃないの?みたいなね。で逆に安いからこそたくさんね作ることもできるのかもしれませんし、もっともっとねパソコンを使う用途も増えていくんではないかとかね、いろんな憶測がですねできますが、で本日はですねそういう意味も含めまして、まあ、低価格のものがどれぐらいのね部品点数で構成されているのかっていうのがね、やっぱりコストを落とす意味ではとても重要な部分だと思われますので、その辺をですね、皆様と一緒に、今回はですね、まあ、このドン・キホーテ・ムガをですね、全解体して、どんな数のね、部品で構成されているのかっていうのをね、見てみたいと思います。はい、それではやってみましょう。ではね、ここからね、ちょっといろんな部品を外してみたいと思いますが、どうでしょうか。まずバッテリー取っちゃいましょうかね、これね。まあ、こういうことをね、やり慣れてる方はね、いいでございますが、やっぱ危ないですからね。もしね、おやりになる場合は気をつけてやってくださいね。これ見ていただければね、そんなことやる必要ないと思いますので、まあ、今後ですね、こういうお安い製品がね、出てきたら、やっぱり、皆さんね、ちょっとね、買ってみたいなーってね、思われる方もね、多いと思われますので、まあ、Windows 10が入っておりますので、皆様方、ね、まあ、その Windows に関してはね、もう、十分ね、お分かりになっていると思われますので、あえてね、こういうお安い製品の内部構成をね、見た方がね、今後の購入活動にね、何かしら指針になっていただくとね、すごくありがたいでございますが、でこれがバッテリーでございますね。いわゆるリチウムポリマーバッテリーってやつですね。ここなんかつながってますね。こう透けて見えます。これとこれがセルなんでしょうね。こんな薄いんですね、今のね、この細長いバッテリーっていうのは。はい、で次にどうしましょう。この基板をね外してみましょうか。こっちのインターフェース基板は USB の 2.0 と、それからミニ SD のスロットルですかね。それと、あとはヘッドホンジャックがついてる部分ですね。これで取れるのかな。ネジ外せばね、この手のものはもうパコッとね、外れるんじゃないかっていう気がいたしておりますが、ちょっと危ないですね。あ、こうやってね、傷をつけるとね、この基板とかにね、これでグッてやると傷つくときありますんでね、こういう、解体するときに使ったこういう、ポイントカードなんかね、利用していただくと、すごく簡単にね、安全に取れますのでね。これはセロハンテープで止まっておりますですね。セロハンテープじゃないな。こういう、癒着テープってやつですね。で、あとはまずは前回ご紹介した時に外したヒートシンクでございますね。あ、これコネクターがあるので先にコネクター外した方がいいですかね。例えばヒートシンクを外すとですね、ここがこんな感じに浮きますね。あ、もうこれで抜けていきますね。ちょっと待ちくださいね。あとは、
コネクタを外していけばいいんでございますが、これスピーカー、ここはスピーカーでございますね。でここがねモニターの接続点でございますが、こういうところはねこうやってね爪を起こすんですね。でちょっとスカッと抜いてあげるとこんな感じで取れるんですね。でとりあえずあとこういうのが Wi-Fi のコネクタですね。もうね最近はねちっちゃいでございますのでね。でこれが Wi-Fi のアンテナなんですよ。でおそらくこれがですねカメラとかですね、フロントので、これでおそらく撮れるんではないかと。あれ危ないのでね、これちょっと慎重にね行かないといけないので、あ、ここですね。微妙な箇所はですね、この柔らかいね、このプラスチックのこいつが結構ね、こう起こすときにね、基板を傷つけずにね、起こせますのでね、便利ですよ。で、あとは、ちょっと手順を間違えてしまいましたですね、私が。あ、ここ、今度は、ここですね。このノッチを、クチュッと起こすと、今度はこれキーボードでございますね。はい。あとは、これは何でございますかね。あ、これはタッチパッドでございますね。これはこうやってグニュグニュグニュって抜くパターンかな。ああ、そうかもしれませんね。これで抜けちゃいますね。で、あとは、こちらと、こちらで。はい、これで、まずは、一括りでございますね。インターフェースボードとマザーボード。こんな感じで。うん。どちら様でね、やられてるんですかね、これね。まあ、こんな感じですね。基板は。裏にはチップなかったですね。こうやって見てみると、もうほんと、これだけでございます。ねえ、実際ですね、こうやって外してみると、本当あの書き込みにもたくさんございましたけど、タブレット中に入ってるやつじゃないのかなって、皆さんね、お詳しい方は、コメントいただいておりますけれども、まあ実際、本当小さいですよね、これね。ポイントカードと、まあちょっと大きいですけどね、ポイントカードよりは。ポイントカードがこんな感じでございますので、まあよくですね、最近のものは集積されてるんですね、これね。はい。で、こんだけでございますね。で、あとはもう柄と液晶ですか。ちょっと今度液晶を取ってみましょうかね。最悪ですね。お前、分解して本当に組み立てられるのかみたいなね、お話になると思いますけど。まあ、これはね、ほんとね、簡単でございますのでね。これね、こんな形でね、取ってあげないとね、取れないですね。はい、これで。分割できましたですね。で、これが液晶本体でございます。ああ、まあ、ほんとね、液晶も、昔はね、ほんとに液晶一枚にヒヤヒヤしましたが、もう、今やね、数千円で買えてしまうっていうね、ものになってしまいましたが、で、これが、いわゆるインターフェース側ですね。ここですね。このふわ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 した感じがね、すごく気になりましたが、ここもうちょっと強く作っていただくとね、いいのかもしれませんが。で、このね、キーボードがね、これ、昔のパソコンですとね、ちなみにですけど、この間比較した、このパナソニックのレッツノートのキーボードですけども、
こんな感じでね、まあ壊れたらね、交換するってことができましたが、これはですね、どうも、このキーボードをね、剥がすことがね、できないですね。見てください、ほら。プラスチックがね、溶かしてね、止めてあるんですね。なので、これはですね、もう、ちょっとね、交換できないぞという感じでございますね。ということは、まあ、あと、ここが、以前ご紹介したスピーカーのところで、もうこんだけなんですね。この1枚に全てをもう集約して、これごと交換になっちゃうんですかね。タッチパッドのところも、タッチパッド自身はこれなんか取れそうですね。あ、どうやって取るんだろう、これ。どうやって外すんですかね、これ。で、タッチパッドのとこがなんかちょっとぐらついてたのも、ここのなんかノッチが、なんかここにもう一個なんかなきゃいけないのかな。ここがうまくはまってないんだ、これ。そういうことかな。このタッチパッドのところがですね、まあ、タッチパッドのところもこれ取れないですね。こう接着剤かなんかで止まってるっぽいですよ、これ。ね、手にひっつくんですよ、ほら。ビチャビチャってね。基板のなんか接着剤なのかよく分かりませんが、こうタッチパッドのところがね、いまいち分解できません。ということは、まあこれが作られてきて、本当にね、組み立てのラインからするとこれ、こんだけですよ。あららららら、ちょっと待ちください、これ。ということはですね、まあ、こういう組み合わせであったとするならば、1点、2点、3点、4点の合体ですね。で、それも、わずか、これぐらいの、ネジの数ですね。ネジね、実際数えてみましょうか。1、2、3、4、27、28、29本。まあ、ざっとですね、30本弱。30本弱のネジと、これだけで、ノートパソコンが成立するというですね、まあ、すごい時代になりましたですね。こういうのも、やっぱり、時間とともに、材質が良くなったんですかね。こういうふうに、リブっていうんですかね、お詳しい方は分かると思いますけども、強度を上げるためにね、一応、成形の時に骨組みがね、自動的に作ってあるやつですけど、まあ、こんだけでございますよ。まあ、今後ですね、この手の製品が発売されると、大体こんな感じではないかという感じで 想像していただくとですね、いいかもしれませんね。まあ、バッテリーがね、昔はね、乾電池みたいなバッテリーでございましたので、こんなね、タイプのバッテリー、皆さんね、お持ちだったと思いますが、こいつを今は平たくしてね、中にも内蔵してしまって、全体をね、薄く作ろうっていうのが、このスリム型のね、もう狙いでございますので、まあ、よくね、こんな風にできましたよね、バッテリーね。ポリマーバッテリーっていうんですかね、これ。面白いですね。まあ、このように構成する部品はですね、今後もっと小さくなるんですかね。まあ、これでも十分ね、私的には小さいと思うんですけども、まあ本当にこれに縦にちっちゃな画面つけたらスマホになるんでしょうね。まあ久しぶりにね、ノートパソコンを完全解体してみましたけども、まあ、以前と思うと、本当にね、部品の数減ってますよ。これはね、すごいですね。ちょっとびっくりでございました。はい、ということで、本日はですね、まあ、前回、前々回とご紹介した
ドン・キホーテ・ムガをですね、バラバラに分解してみましたが、まあ結果的にはですね、こんだけで構成されてるだけでございますので、まあ今後ですね、こういうお安いものをお買いになるときはですね、まあこんな感じで構成されてるんだよねっていうのが、頭のね、どっかにあると、まあ安くでもね、まあ割り切って使うとか、台数を増やすとかですね、まあ数がたくさんいる場合はね、仕方ないなとかね、安いもので済ましたいっていう時もございますので、そういうですね、シチュエーションをお考えの方は参考にしていただければですね、何かと道筋がね、立つのではないかということで、本日は激安パソコンを分解して中をですね、覗いてみました。はい、ということで本日は前回、前々回お伝えした無我をバラバラにしてみました。ありがとうございました。